3月22日午後2時14分地方裁判所被告人第3控室。まさか桐生が、あの神谷桐生が。彼女はあなたのマネージャーです。罠を張るのは簡単でしょう。食事で使ったナイフを手に入れることができるのも彼女。授賞式の後の休憩時間、僕その間はずっと昼寝してましたからね。血のついたボタンをあなたの袴に挟むこともできた。僕を起こしてくれたの彼女だったからな。でもトロ様の衣装って2個あんのかな。じゃあやっぱり彼女が真犯人です。不死身の伊佐を殺害した。でもどうしてあいつが不死身の。彼女には動機があるんですよ。動機だって？一体どんな？この後の審理で明らかになるでしょう。大丈夫、今日中に無罪判決を勝ち取ります。春風のように爽やかな判決をお願いしますよ。なるほどくん、動機、天野ゆりえさんの消えた遺書のことよね。ええ、桐生さんは天野ゆりえさんに依存するようにして生きてきた。でもそのゆりえさんが突然自殺してしまった。彼女は遺書を残していたらしい。それを隠してしまったのが不死身の伊佐を被害者というわけね。だから桐生さんは不死身の伊佐に近づいて、その遺書を何としてでも取り戻そうと考えたんです。そうね。ただ一つ気になることがあるわ。え？そもそも桐生さんとゆりえさんの依存の関係、それを私たちに教えてくれたのは誰？三剣だ。まだまだ真理の行方はわからないわ。油断しないで。え？まあそうだよね、全部三剣の情報だよね。同日午後2時25分地方裁判所第3法廷。では審理を再開します。三剣検事お願いします。法廷より要請のあった証人を入廷させていただく。不死身の伊佐氏の控室で事件を発見した神谷桐生を。まだカード持ってんのかよ。証人の職業は、この事件の被告大トロ慎吾のマネージャーをしています。わかりました。ではその前に一つよろしいでしょうか。何でしょうか。この場にいる皆さんが考えていることはわかります。被害者と私の関係について興味があるのでしょう。最近は週刊誌にも書かれているようですから。いや知りませんぞ、ゴシップランドなんて。裁判長が証人になったらやりやすそうだな、尋問。聞かせていただこう、被害者との関係を。私、亡くなった不死身のさんとお付き合いしていました。大トロのライバルであることは知っていましたけど、これはプライベートなことですから。ふむふむ、そうでしょう、プライデベートですからな。でも私殺してません。誰もそんなことは言っていない。言い出しそうな人がいますから。あなたと被害者の関係はよくわかりました。ではそろそろ証言をしていただこう。あなたが事件を発見した時のことをお願いする。事件を発見した時のこと。ショーの時間になったので控室の大トロを呼びに行きました。そのついでに不死身のの控室にも行ってみたんです。不死身のは死んでいました。私もショックで。その時私が見たのはもちろん現場写真と全く同じ光景です。気絶しそうになったのでグラスにジュースを注ぎました。は？意味わかんなくね。いやいや、それ落ち着いてるだろ。グラスに
ジュースを？はい。殺人現場にあるものに触ってはいけない。そんなことも忘れるほど動揺していたんです。いやいや、そこじゃねえだろ。グラスの指紋はその時ついたということだな。わかりました。では弁護人、尋問お願いします。なるほどくん。彼女はとても冷静で頭のいい女性よ。それはわかってます。そんな証人を追い詰めるにはまともにぶつかってはダメ。ペースを乱すの。ペースを？彼女のようなタイプは思い通りにことが進まないと苛立つはず。彼女の予想していないところに攻撃しなさい。あなたが攻撃を休んだ瞬間、審理は終了するわ。まあとりあえず全部揺さぶっていこうか。その時大トロさんは寝ていました。受賞式で疲れていたのでしょう。トロ様のまま。大トロさんもそう言ってたな。じゃあ彼の食器のナイフを持ち出すことはできたわけですね。私がですか？そんな当てこするような質問はやめたまえ。なるほど。それでは私の方からズバリ伺おう。あなたは大トロ氏のナイフを持ち出したか？いいえ。ふむ。以上、証言を続けたまえ、証人。なんか裏でやりとりしてそうだな。なぜ被害者の控え室に？彼もショーに友情出演してくださるはずでしたので。友情？ねえ、もっと揺さぶってみる？それだけだったのですか？と申しますと、あなたは被害者にある目的を持って近づいていた。何か個人的な話でもあったのでは？残念ですが、そのようなことはありませんでした。決定的な証拠がなければ喋らないか。では続けていただこう。証人はそこで何を見たか。ショックを受けた？いけませんか？キリオさん、すごく冷静な人だからな。それにイサオさんに近づいたのも恋愛感情があったからではない。いきなり死体を目にすればどんな人間でもショックを受ける。まして証人は若くて美しい。無理もないだろう。そこ関係ある？若さと美しさはこの際関係ない。そう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 。ふむ、そうですね。この写真ですよね？ええ、胸にナイフが刺さっていて。このギターケースも？はい、もちろん開いていて空っぽでした。それで証人はどうされたか？ジュース？ええ、テーブルの上にあったトマトジュースのボトルから。でも飲まなかったんですね。え？このグラスに口紅の跡がありません。私、気が動転してました。飲まずに置いたんです、グラス。証人、もう一度確認させてください。あなたは死体を発見して大きなショックを受けた。それでグラスにジュースを注いだんですね。それが何か？あの時の私は本当に頭の中が真っ白だったんです。あなたでもそんなことがあるんですか？とても取り乱すようには見えません。失礼ですね。私だって慌てればミスもします。その証拠に。その証拠に？何ですか？あ、いえ、その何でもありません。何を言いかけたんだ？いや、揺さぶろう。証人、どうやらあなたは現場で慌てて何かミスをした。一体そのミスとは何だったんですか？それは私も聞いていないな。すみません、言いにくくて。私、ドレッサーにグラスを置くとき割ってしまったんです、その花瓶を。
花瓶というと現場写真の床に写っている？ああ、なるほど。この破片ですか？ドレッサーの上に置いてあったんですけど、肘に引っ掛けてしまってギターケースの上に。なぜそんな重要なことを。すみません、現場はもう荒らされていたから、花瓶の一つぐらいいいかと思ってしまって。どうやら新事実が発見されたようです。証言に付け加えていただきましょう。すみません、でもその他のものは私触っていませんから。いや、でもさ、ギターケースの上に落としてって言ったんだよね。でもギターケース開いてたって言ったでしょ。うん。え、嘘じゃん。じゃあこいつが開けたのか。まあ、とりあえず揺さぶろう。どんな花瓶でしたか？ガラスの重い大きな花瓶でした。私、藤見野さんの脈を取ってみようと思って、持っていたグラスをドレッサーに置いたんです。その時に肘で引っ掛けてしまって。キリオさん、しっかりしてそうに見えるんだけどな。それは彼女がそう見せようとしているだけなの。そのギャップに気をつけてね。矛盾なんて見当たらないぞ。さっきも言ったでしょ、そう簡単には崩せないわ。肝心なのは攻撃し続けることですか。彼女を追い詰めることができるのは決定的な証拠だけ。何としても探し出す、迷いちゃんのためにも。まあ、とりあえず一番最後のところを、突きつけりゃいいとは思うんだけど、何を突きつけりゃいいんだ？ギターケースの上に落として、現場の写真を突きつけりゃいいかな。これだね。空いてるじゃんっていう話で。これでいいか分からんけど。合ってたな。花瓶を落とした。そう証言しましたね。ええ。落としたのはギターケースの上、間違いありませんか？何か問題でも？何かどころじゃない、重大な問題があります。このケースは蓋の部分が水で濡れていました。しかし、それはおかしい。キリオさん。あなたはギターケースの上に花瓶を落としたと証言した。それならば、蓋ではなくケースの中が濡れているはずです。確かにその通りです。さらに、このギターケースにはもう一つ奇妙な点があります。何ですか？現場写真を見ていただきましょう。床に花瓶の破片が散らばっています。それがどうかしましたか？花瓶を落とした時、ケースが開いていたのならば、花瓶の破片はギターケースの中にあるはずです。あ、それが一体何だというのだ。証人が花瓶を落とした時、ギターケースは閉まっていた。それだけのことではないか。しかし、キリオさんはこう証言している。花瓶以外のものには手を触れなかったと。む。確かに、ギターケースには触れなかった。そう言いました。しかし、ギターケースが何だというのだ。真っ赤なギターは撮影所にあった。事件とは何の関係もない。まあ、そうですけど。空っぽのギターケース。確かに関係なさそうだ。いや、そんなことないでしょ。なんか入ってたんじゃないの。ふむ、やはり大した意味はなさそうですね。どうですか、ギターケースについて詳しい証言。いや、証言させようよ。空っぽのギターケース、これはこの事件の重要なポイントなのです。いや、そこまでは言ってないよ。はっ、よくそこまで抜け抜けと言えるものだな。自分でもそう思う。わかりました。では引き続き、ギターケースについて証言をしてもらいましょう。はい。で、2番目か。はい、ギターケースについて。
私も動揺していましたから記憶がはっきりしないんです。ケースは私が開けたのでしょう。花瓶を割った後に。大した問題ではないでしょう。ケースは空だったのですから。なぜケースを開けたか自分でもよくわかりません。はあ。ふむ、やはり大したことではなかったようですな。とても懐かしい気分だ、この虚しい感じ。とりあえず尋問します。ふん、とりあえずか。私には縁のない言葉だな。強えな、御剣なんか、今回。とりあえず全部揺さぶっていこうかね。今はっきりしたんですか、記憶の方は。まだ、ちょっと。ギターケースは、あなたが開けた、間違いありませんか？彼女、誰かが答えの指示をくれるのを待ってるのかもね。依存というやつか。どうなんですか、証人。そうですね。ケースは私が、そういえばさ、ギターケースに指紋は残ってないよね。被害者の指紋のみ付着。うん、そうだよね。これをどっかで突きつけるんだろうね。とりあえず揺さぶろう。間違いありませんか？ええ、多分。どうしてケースを開けたんですか？え？藤見野さんが亡くなっていたんですよ。ギターケースを開ける前に人を呼ぶべきでは？先ほどから証人は何度も証言している。死体を発見して動揺していたと。ふむ、多分私、真っ赤なギターが無事かどうか気になったんだと思います。そんなこと気になる？犯人はそれを狙っていたのかも、そう思って。そんな値打ち物なのか、真っ赤なギター。でもとにかく、じゃあここでいいかな。ギター。あなたがギターケースを開けたはずはありません。どうしてそんなことが。簡単なことです。このギターケースには被害者の指紋しか付着していないからです。あ、どうなのですか、証人。ケースに触れば指紋がつく、発想が貧しいですね。どういうことですか。私がその時手袋をしていたら問題ないでしょ。でもグラスには指紋ついてんだよな。手袋？どうしてそんなものを。あの晩は授賞式でしたから、私もそれなりにドレスアップしていました。確か薄手の手袋をしていたと思います。ふむ、なるほど。どうですか弁護人、証人は現場で手袋をしていたそうです。そんなはずはない。あなたが手袋を？それはおかしいですね。なぜ？私が現場で手袋をしていなかった証拠でもはグラスだね。証拠？もちろんありますよ。このグラスです。グラス？このグラスにははっきり残っています。あなたの指紋が。あ、手袋を取ってグラスにジュースを注ぎ、再び手袋をつけてギターケースを開けた。なぜそんな不自然なことをしたのですか。うで、あ、メガネ割れた。あ、スペア。何、スペア何個もあんのかな。静粛に。どうやらあなたは正しかったようね。何のことですか。あのギターケース、重要な意味を持っていたのかも。でも空だったんですよ。本当に空だったのかしらね。だって真っ赤なギターはスタジオにありました。なるほどくん、先入観は捨てて。ギターケースに入るのは真っ赤なギターだけじゃないわ。まさか真っ白なギターとかそういう話ちげえよ。確かに不思議な話です。証人は手袋をしていなかったにもかかわらず、ケースには
裁判長、弁護人の使ういつもの手だ。関係ない方向へ目をそらし、うやむやにしてしまう。証言を思い出してください。ヒリオさんはこう言いました。花瓶をギターケースの上に落としたと。つまり犯行があった時、あのケースは閉まっていたのです。それがこの写真ではパックリ開いている。ギターケースは事件に関係しているのです。そこまで言うなら弁護人、貴様にはもちろんその理由が立証できるんだろうな。一体なぜそのギターケースは開かれたのか。遺書が入ってるかと思ったんじゃないの。え、できるのですか、なるほど君。そうですね、こういう例え話があります。ギターケースに入るのは真っ赤なギターだけではない。真っ赤なギターだけでは、まさか、ま、このケースは空ではなかった。そう主張するつもりか。行きがかり上、言わないわけにはいかなくなったんでね。ま、それは千尋さんが言ったんだけどね。威張るな。それなら聞かせてもらおう。事件のあった時、このケースには一体何が入っていたか、